パソコン用タタコン。これ、昨日神戸から帰ってきたらね、その、なんだっけ、宅配ボックスに入っておりまして、ついに来ましたね。これももう、なんだろうな、これのちょっと商品紹介もしていきたいなと思って、やっぱり、もうこれ YouTuber としてな。やっぱワクワクするやん。これ、いくらしたと思いますか？1万円したんですよ。さすがにこれ1万円したってことはね、それなりの多分、クオリティも担保されてると思いますので、やっぱりちょっと、まあ、テンション上がるなっていう。滑り止めちょっと欲しいな、これ。ちょっとずれるかもしれない。これどうやって？結構、これ、あれだね。皆さん、もし家族とかいる場合は、これちょっと怒られる可能性あるんで。来た、これだ。難しいのを選ぶのか。ちょっとまず反応確認するわ。マイクが何？先に聞こえる後に聞こえる？ちょっと耳に詳しい人教えてほしい。それによって設定するから。マイクが先に聞こえるなら、マイクが先に聞こえる？じゃあマイクをちょっと遅らせればいいんだ。じゃあこれを10とかにして、ドドドン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 と、これでドンドドドンドドドンドドドン、これであれが合ってるかどうか。ドンドド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 ンドドンドドドンドドドンドドドドンドドドン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 、カッカッ、よし、OK、合ってるな。で、あ、確かにやらないと分かんないわ、そこは。失礼。じゃあもう一回、測定スタート。確かにそこがずれるわけないわ、全部マイクで撮ってんだから。ここがずれるわけないわ。何やってんだ俺。そこがずれるわけないわ。はじめ。なんか通り過ぎてから押してるイメージなんだよな、これ。なんでだろう。反応が良すぎるのか。
だいぶ俺遅めに押してるんだよね。終了。音符位置か、音符位置か。なんだろ、音符位置マイナス10になってんだよ。誰だよこれ変えたの。なんだこれ音符位置、誰だよこれ音符位置ずらしたのこれ。誰だよこれ変えたの、マジでふざけんなよ。くれないワンサーサーマーター、この俺は疲れる。でもこれ曲を選ぶと本当にいけるはずなんだよ。難しい。
でもマイナス14でやったらめっちゃずれたんだよさっき。なんかテープでガチガチに止めないと。どうしたらいいんだろうな。やっぱこれか。難しさ始まるぞ。
反動で、ちょっと待って、物が全部落ちる、これこれ衝撃で全部落ちる。いける、いけるぞ、これこれで星中とかやったらどうなるんだ。やばいわ、やっぱこれなんだよな、困った時は。やばそう、始まるぞ。てん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 、勝つ。いやー、これでも楽しいな。はあ、だんだん合ってきた。全然クリア。16粒なのかな、今の。難しい。始まるぞ。ちょI'm not afraid to die.
でも青が澄んでいる。今でも青は澄んでいる。どんな祈りの言葉も近づけるどんどんが残った。まるで静かな恋のような、心を伝ったら夏のような色の中、日本の言葉がずっと喉を打って伝えてる。会えるよねって声になれない声。夢に膨張す銀河の星の粒の行く隙間をここで待って。でも青が澄んでいる。今でも青が澄んでいる。大成功だと。ちょっとずつ適応してきてるわ。今でも青が澄んでいる。
が反応しない が反応しない。人生楽しんでごめん、乾いててごめん、努力しちゃっててごめん、ちょっと高くてごめん、女子よ高くてごめん、ムカついちゃうよねざまあ。いけるないけるな、チュー鼻くそ食ってごめん、成績発表クリア大成功だぞ。ごめん、やっぱこれだよ。難しさ始まるぞ。用意しろ。やっぱこれだろうな。始まるぞ。
もちょっとずつできてきた。ならないことがよく、でならないことばがよく、一度クリア。大好きも行かせてあげる、探す地の見顔。うわ、懐かしい。これ難しい。アサフェイは全くしか知りません。だいぶ 0.5 ってる。早めに寄せってことか。明らかに成長してる。明らかに成長している。はあ、精度もちょっと上がってきてる。やっぱり慣れなんだ。やっぱりいや習うより慣れるなんだな。うん。難しい。始まるぞ。筋トレ企画です。
とっくに行こう。始まるぞ。とっくに行こう。とっくに行こう。さすがに。